人で稼ぐなんてできるんですかね。やってみたらできた。まあそれだけなんですよね。吉田さんね、そりゃ船出の時は本当にこれでいいんだろうかとかね思いますよ、誰だって。でも飛び出すわけじゃないですか。漕ぎ出してみたら、まあ、割といけるんですよね、うん、まあでもね、まあ、私の感覚では会社の一従業員としてやっていってもこれ死んでるようなもんだと思うんですよ。まあ、他の人がどうこうじゃないですよ。他の人がそれを選ぶのは何も言いませんけど、自分自身ですよ。でも今は誰にも飼われてないんですよ。誰もいないです、うん、だから自分の力で勝負できるし、本当にうまくいったらおかげさまだなと思えるし、失敗したら自分の力ないなと思えるんですよ。でもこれ組織にいて指示を受ける側とかだったらどうですかね、うん、うまくいったのもそこまで感謝できたかなとかね、失敗したらやっぱり会社のコンプライアンスがあってうまくできなかった、上司の指示が悪かったとかになるんですかね。まあ本当ね、なんかこうインターネットをはじめ YouTube をはじめツールがあってそれを使えば上司や部下がいるよりも当てになるんですよね。これですよ本当に。自分の思いがストレートに市場に伝わるんで、ストレートに跳ね返ってくるっていうんですかね。まあそれが私に合ってたかなと思いますよね、うん、まあそれはね、何々さんだからできたんでしょうっていうのも正しいですよ。だからこそ自分だからできたんでしょうを探しに行けばいいんじゃないかなと思うんですよ。だからあなただからできたんでしょうを探しに行きましょう。これがビジネススタートってことじゃないですかね、うん、必ず何かね、自分にしか出せないカラーってあると思うんですよ。まあそれを信じれるかどうかじゃないかなと思うんですね。